青コーナーより井上貴子入場。トヨタマナミ引退ロード、井上貴子京子、そしてアジャコングトヨタマナミというザ・前女というカードが組まれました。アジャさん、これはまた圧巻でしたね。そうですね、まあね、試合、まあね、内容とかもあれですけど、とりあえずこの4人で集まるっていうことが、ここ本当に20年近くなかったことだと思うので、同じリングで。そうですね、今度は井上京子が入場してきました。にこやかな表情で入ってきたここ後楽園ホール、ダブル井上が並びます、ね、前場のね、はい、第100代の 3WA タッグチャンピオンですからね。そうですよね、99代だったのわざわざ返上して100代になるって言ってね、なりたいんだということで、ね、わざわざ返上までしてね、だいぶ変わった人たちだなと思ってましたけどね取れなかったらどうするんだろうねしかし見事に第100代の王者にもなりました、ダブル井上であります。続きまして赤コーナーよりアジャコング入場。赤コーナーサイドはアジャコングが入場してきます。1968年の6月の4日品川公会堂で旗揚げをしたのが全日本女子プロレス。37年の歴史に終止符を打った2005年の4月の17日ここ後楽園ホールでやりました。最盛期にはなんと年間300興行やったのが全日本女子プロレスです。あ、山田敏夫さんと。そうですね、セコンドにね、山田がついてくれてまして、はい、いやもうさながら同窓会という感じになってきましたね。そうですね、昭和61年、62年、63年組が、はい、そして最後にトヨタマナミ入場。もう間もなくです、その引退の日。それまでどれだけの試合をこなすのか、そしてどんな名勝負をまた生み出してくれるのか、トヨタマナミ昇天女の入場です。なんか正義的にやった方がいいという、握手をしろと、はい、おこれをですね逆手に取りました。アジャコングトヨタマナミであります。さあトヨタが突っ込んでいく。昭和61年デビューがこのアジャコング、62年がトヨタマナミ、63年が京子貴子。しかしアジャさん、はい、年齢的には京子貴子の方が上なんですよ。そうなんですよ、私とトヨタの方が下なんですよ。ねえ、アジャさんとトヨタ1年違いですけど、はい、同級生は同級生じゃないですか。はい、はい、そうなんですよ。面白いですよ。面白いですね、この辺の前場のね、もう年じゃなくても完全に入った順ですからね。はい、そうなんですよね。さあ投げに行きました。まあ後輩たちからすると本当にやりづらい先輩たちでしょうね。年下で ね、 そうですね、何枚着ででも先輩だしっていうね、はい、逆らえないですからね。そうですね、特にあの時代は厳しかったですね。そうですね、まあ先ほど紹介したんですが年間300試合でしょ。そうですね、私はね多分ね一番多い時280ぐらいだったんですけど、はい、はい、それでもすごい数ですよ、ね、でもまあ、はい、それが当たり前だったんで、はい、全然もう思ったことはないんですか。うん、もうそういうものだと思って前場にも入ってたので、はい、そうですか。その試合を、まああの時のその経験があるからここまでやってこれたんですかね。まあそうですね、それは大きいですよね。さあ、じゃがいった、108ぐらいあります。今108ぐらいですね、ボンボンの数ですね相変わらず今重いと重いって京子に言われたくないですけどねさあ貴子がそのアジャをロープに送った。何を見せるのか、しかし吹っ飛ばされてしまいました。これは体格の差であります。まあね、はい、この中で一番どう考えてもやっぱり貴子が一番ね、はい、スリムですからね。まあそうですよね、はい、そしてエルボードロップ、これは難を逃れて、さあ京子との戦いになりました。アジャさん、京子とですね、はい、赤いベルトかけて戦ったことってありましたっけ。赤いベルトはないですね。はあ、あのシングルマッチはスペシャルシングルマッチ何度もあるんですけど、はい、
そう考えると、はい、タイトルなしではないですね。タイトルはない。本当に。まあでもこんなにね、はい、体も強固もここまで成長するとはね。100キロでしょ、強固だって。100キロ強ですよね。ね、ありますもんね、うん。もうヘビー級の戦いですからね。タッチ。なんで私というそんな表情を浮かべています。井上貴子であります。さあ張り手。アジャがロープに送った、何を見せる、ダウンを奪ったアジャコングであります。まあね、一応これはね、はい、やっとかないと。そうですね、久しぶりだなと、うん、ご挨拶代わりという感じでしょうかね、はい。さあ今度は豊田真奈美が入ってまいりました。京子とするとですね、はい、まあ京子曰く当時は、はいはい、ブル中野、トヨタ、はい、両先輩をいかに超えるか、あ、そんなこと言ってましたね。そうですね、はい、で私どっちかというと京子とは、はい、プロレス感とかもあったので、はい、仲良しな方だったんで、そうですね、そうですよね。だからこうバチバチやり合うっていうよりは、はい、まあ、ジャングルジャックと国門島に分かれてはいましたけれども、うんうん、はい、試合とかで当たってもなんかこう2人でやってるよりは楽しいってやってるなっていう感じの同士のような感じでしょうかね、はい。でこの京子はトヨタからベルト、赤いベルトを奪取いたしました、はいはい。96年の12月の8日両国国技館。そうですね、だから赤いベルトのタイトルマッチっていうとこの2人がやってる印象の方が強いですね。そうですね。で、あとはまあ、トヨタとアジャコングというね。そうですね。はい、私でもトヨタとね、2回か3回しかやってないんですよ、多分。おで、最初にアジャさんから取ったのが95年の3月の26日。そうですね、横浜アリーナで、はい、はい。でしたね。で、それを、はい、北海道で取り返して、はい、で、そこから私、あ、でもだから、そう、2回か、うん。それで関西に取られて、そこから私も 3W に関わってないので。歴史を紐解いてみますと、アジャコング、うん、3WA のシングル赤いベルトは過去2回体感、はい、トヨタ真奈美ですね、はい、4回体感、すごいですよね。京子3回体感、すごいですよね、うん。まあそれぞれね、うん、やはりすごいなと、うん。で、高子はやはりね、白いベルト、白いベルトですね、はい。これ紐解いてみるとですね、アジャコング1回体感、はい、トヨタ2回体感、はい、京子2回体感、はい、高子3回体感、すごいですね。ね、すごいですよ、やはりね。でも何があれって、私がそこで白いベルトを巻いてたっていうことで、そう、これね、ちょっと私もね、紐解いてみたら巻いてたんだというね。そうなんですよ、ね。しかも縦野則夫さんから取ったっていうね。ああそうそうね、これびっくりですよね。あの頃勢いって怖いなって感じですよね。いや本当でしたね。まあでも似合わない白いベルトがそうでしたか。自身でそう思ったということです。さあこの2人の戦い、お、さあローリングクレイドルでやります。ローリングクレイドル、まあでもやられた方も懐かしいじゃないですかね、はい。ああそうかもしれませんね。この2人のシングルマッチも組まれました、オズアカデミーで。豊田真奈美の引退ロードとしても組まれたわけであります、はい、第1戦。さあまだ回している、まだ回している、三半規管がいかれてまいります。どうだどうだ、まだ回すぞ、どこまで回すのか、しつこいぐらい回して、カウントはどうだ、カウントは2カウントであります。いつもよりだいぶ余計に回してましたね。そうですね、ファンサービスというかですね。あ、さあ今度はアジャコング入ってまいりました。あ、張り切っています、アジャコングであります。アジャさんから見たダブル井上ってのはどんなチームだったんですか。いやでもやっぱりね、タッグチームとしてね、うん、面白かった。ただ性格全然真逆じゃないですか、だから、はい、タッグチームとしてこう連携してどうこうじゃなくて、うん、お互いがバラバラなんだけれども、うん、はい、勝つためというかここぞっていう時にはバシッと合うチームだったんだなっていう、はい。ああなるほど ね、うん、ね、同期だったんですけども、はい、まあ、あんまりそんなに合う方ではなかったんじゃないかなと思いますけど。そうですね、うん、はい、まあ、デビュー戦お互い戦いましたしね、はい。紐解いてみますと、99代のチャンピオン時代が94年の10月の9日、はい、最後の体感が118代、2003年の9月の15日、約10年ですよ、すごいですね、その間がね、うん、うん。これね、はい、ものすごいね、はい、いや衝撃もすごかったんですが、高子のシューズがなんかいろいろついてるでしょ、あれで頭の後ろが擦れてね、2、3日いったっていたって。そうなんですか、あれも狂気になるんですね。狂気です。なるほど、完全なる狂気です。さあこれを上げることができるんでしょうか。井上京子でやります。さあ気合いもろともしかしなかなか上がらない。それは嫌ですよね、京子に上げられてたまるかと。そういう思いがね絶対にありますよね、はい。さあ数々の名勝負が蘇ってまいります。
ここはショルダースルーだ。さあ、アザが突っ込んでいく。しかし京子も意地で倒れません。痛いんですね、京子に何やってきた。あ、そうですか。下私がつらかった。なるほど。おお、今度はまともに受けましたが、こちらも倒れるわけにはいかないという意地があるわけであります。アザコング井上京子、右。まあ、昔から前場見てる私からすれば、よくこのカードを組んでくれたのと。ああ、まあね、はい、いや、トヨタからするとね、よくぞなのか、はい、余計なことしやがってなのか、どっちなんでしょうね。楽しんで試合できましたか、当日は。楽しかったですよ、私は。はい、うん。まあ、ファンもね、こう懐かしくこの試合をね、見ているファンも多いと思います。おー、ラリアットでアザコングを投げ倒したわけであります。ね、本当にね、はい。まあ、この人も本当に昔からね、はい、まあ、力もありましたし、でね、はい、飛び技とかもね、身軽なこともできましたけど、はい、今本当にすごいパワー、超パワーファイターですからね。そうですよね。大きくなりましたよね。大きくなりました。成長しましたよ。はい、さあ、バックドロップ。アザが投げたバックドロップであります。岩石落としバックドロップ。あとはね、やっぱね、はい、強固に、やっぱりトヨタに任せてね。はい、ここで任せます。さあ、上から降ってくる豊田真奈美、飛翔天女であります。ポールの体勢に入った。どうだ、カウントは2カウント。まあ、前回もちょっとアジャさんが話がありましたけれども、ね、私より先に、トヨタの方が赤いベルトに挑戦したんだよと。そうなんですよ。90年の7月の21日、はい、ジャパングランプリのチャンピオンとして、はい、ブルの持つ赤いベルトに挑戦してるんですね。やっぱり、ね、あの辺は、ね、焦りがありましたよ。先に行かれるんじゃないかって思ってましたから。なるほど、うん。まあ、忘れてはならない選手たちがこうね、一度に返すわけですから、うん。そうですね、でね、まあ、本当にだからその対抗戦時代というのを生き抜いてきた、うん、まあ、仲間たちですからね。あ、でこれちょっと後ろの方でね、関西とキューティーも見てるんですよね。うん、だからやっぱりそういうで、山田もセコンドに行ってって、はい、なんかそういう空間だったかなっていう、この瞬間。何か古き良き時代を思い起こすというかね、はい、そんな感じでありますが、うん、上から飛翔天女が飛んだ。よく飛びますよね。ですね、そうですね。あと、もう間もなくなんですね、引退のその日までね。そうですね、もうね、本当に3ヶ月切ったんですよ、うん。さあ、上がった、ムーンサルトを見せる。おお、これはバチッと決まった。どうだ、カウントは、カウントは2カウントです。京子もね、これじゃまだやられてたまるかって感じで、そういう思いが、ね。まあ、だからこれで最後かもしれないですからね。そうですね、うん。さあ、これは決めた。ホールの体勢に入りました。豊田真奈美、カウントは2カウントです。おー、クイーンビート、自ら気合を入れました。豊田真奈美であります。上がりますかね。上がるか。ああ、しかし上げさせない。おお、バックを取る。お、いいアシスト。お、ダブルと。ここは一球合わせドロップキック。まさにダブルで持っていきましたね。ねー、なんかね、トヨタと1個ぐらいなんかやりたいなってタイミングがあればと思ってたんで、はい、まあ、まさかあんな風になるとは。おお、維新伝心でやりましたと思ってたらね、はい、落とされてしまった。ね、お、今度はセカンドロープにこんなキック狙ったんですけどね。いや、なるほどね。さあ、ここからどうする。うわ、さあ、上面ちょっとどよめいた。ここから、うわあ、新しきのブレンバスターであります。もう一度振り返ってみたいと思いますが、すごいブレンバスター、なだれ式で持っていった。さあ、やりやがら、これでどうだ、抑えた。カウントは、カウント2カウント。よく返しました。しかしちょっと危ないな、これは。アジャも入ってくる。ちょっとトヨタ虫の息か。ラケンかわして、あーっと、浴びてしまった。痛い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 。さあ、裏返されましたですね。さあ、担ぎ上げたダブル井上がここで2プラスの攻撃を見せた。デンジャラスジャッキー、そのままホールの体勢に入って、どうだ、カウントは、なんと2ですかね。私なんとかカット間に合いましたね。間に合いましたね。危なかった危なかった。カウントは2でやります。トヨタコールが起こっているこのカードはトヨタの引退ロード第4戦として行われています。トヨタの引退
しかしアジャそんな簡単に負けば許さない。いっとか、うわこれはビリビリ来るぞトヨタそれぞれがやはりね個性的だ。自分の持ち味を出している。うまく丸め込んだ。京子が、京子が抑えた最後は京子が抑えました。あの体でまだやりますかね、あんなもんね。すごいですねよく飛びつきますよね。いや本当ですね。サイクロンクラッチホールで飛びついてスリーカウントを奪いました。その瞬間ですぐるっと丸め込んで、ね、はい、トヨタがやる方かと思ったらですね。やはり京子って柔らかいんですかね、体が。すごいですね、うん、まずは京子と高子に本当に、今日このホースのリングで、このような試合ができたことを本当に、私の発案でできたことを嬉しく思います。ありがとうございます。この4人でというかこの世代で、20年ぐらい前の女子プロレスを引っ張ってきて今に受け継がれてきて、また20年経ってここでこうやって会えることを、本当に嬉しく思いますし、その中から豊田真奈美というものが、抜けるということが非常に寂しい気はしますが、ただまだ終わりじゃない。10月29日今度はシングルだから、今日はなかなか前場試合から数えても2人で組むことはこうそうそうなかったけれども、こうやって組んでみてやっぱり分かる、お前とは向かい合ってる方がいい。10月29日前にも言いましたけれども、この世界に何の未練も残さないようにひっちり潰して送り出すんで覚悟しといてください。あ、いよいよ今度はね、やはり対角戦の、そうですね、はい、横浜分隊ではね、うん、最後の本当にシングルマッチになると思うので、はいはい、やっぱ並び立つより向かいがいいですね。なるほどね。さあその横浜分隊一騎打ちにぜひ注目をしていただきたいと思います。見事な戦いでした。